はい、こんにちは。安田喫茶です。今日はですね、貯金が貯まる人の特徴という話をします。この動画を見ればわかることはですね、貯金が貯まる人には知識を得ること、そして得た知識を使うこと、この2つのですね、特徴があるということがわかります。では、行きましょう。ではですね、今回もまずは質問です。あなたはですね、貯金が貯まる人にはどんな特徴があると思いますか？ぜひですね、これを考えてから動画をご覧になってほしいと思います。で、実際にですね、僕はですね、貯金が貯まる人にはですね、どんな特徴がありますかというですね、質問をしたことがあります。そうするとですね、多くの方はですね、いろいろな答えをですね、僕にくれました。例えばなんですけれども、毎月ですね、家計簿をつけている人、この人はですね、貯金が貯まりやすいですとかですね、僕の知り合いで株の知識がある人で実際にですね、株で稼いでいる人がいますとかですね、こういうふうなですね、話をしてくれる方もいました。このようにですね、貯金が貯まる人の特徴っていうものはですね、いろいろな情報があるんです。しかし、こうやってですね、あまりにもですね、たくさんの情報があるので、どうすればですね、貯金が貯まりやすくなるかっていうものがですね、わからなくなってしまっているんですね。ですから、今回の動画ではですね、僕がですね、実際にこれまでですね、相談に乗ってきたですね、経験を通じてですね、貯金をできる人が実際にですね、共通して持っている2つの特徴について説明していきたいと思います。では、行きましょう。まず1つ目はですね、こういう特徴を持っている人です。お金の知識を学ぶ意欲がある人。お金の知識を学ぶ意欲がある人っていうものはですね、とにかく勉強家の人です。例えばなんですけれども、家計簿の付け方を学ぼうとかですね、節約のやり方を学ぼうとかですね、あとですね、実際に僕のところに相談をしに来てですね、知識を得ようとかですね、そういう方っていうものはですね、やはりですね、貯金が貯まる傾向にあります。しかし、こうやってですね、僕がですね、お金の知識を学ぶ意欲がある人がですね、貯金が貯まりやすいんですよっていうとですね、こういう方がいるんですね。例えば私はですね、何かを学ぶのは苦手とかですね、他にはですね、俺って超頭悪いから、こうやってですね、お金の知識を学ぶことができませんとか、こういう方っていうものは実際に多くいらっしゃいます。しかし、安心してください。なぜかというと、頭の良し悪しはですね、全く関係ないからなんです。実際にですね、貯金を貯めるためにですね、必要なお金の知識っていうものは、高度な知識は必要ありません。小学校の知識だけで大丈夫なんです。例えば、こういう例はどうでしょうか。お金の知識の一つにですね、投資という知識があります。投資とは何かというと、あなたがですね、将来お金を得るためにお金を使うこと。これがですね、投資というお金の知識の一つです。具体例を見てみると、例えばですね、資格のためにお金を使いますとかですね、あとですね、実際に株を買って値上がりしたら売る。これもですね、投資の一つですよね。つまり、このようにですね、投資とはですね、将来お金を得るためにですね、あなたがお金を使うことなんです。じゃあここで考えてほしいことがあります。このですね、投資っていう知識はですね、難しい知識ですか？全くですね、難しい知識ではないですよね。ですから、これからですね、あなたがですね、お金の知識を学びたいと思うのでしたら、頭の良し悪しは関係ないっていうことをぜひ覚えておいてほしいんです。ですから、お金の知識をですね、学ぶ意欲がある人っていうものはですね、貯金が貯まりやすい傾向があります。しかし、なんです。お金の知識を得てもですね、全くですね、貯金が貯まらない方がいたんですね。どういう人なのかというと、こういう人でした。株式投資の本をですね、100冊読んで勉強して、そしてセミナーにも行ったって言ってんですね。そしてその人曰くですね、株式投資の知識はほぼマスターしていると思いますってですね、僕にですね、こう言った友人がいました。ですから僕はですね、それを聞いて、ああ、素晴らしい。じゃあ貯金も結構貯まったんじゃないのっていう話をしたんですね。しかしそうするとこの人はですね、こう言ったんですね。いや、実は貯金はまだ全く貯まってないんだよね。なぜかというと、まだ何も行動できてないから。こう言ったんですね。つまり何が言いたいのかというと、お金の知識は持っているだけでは意味がないんですね。知識っていうものは持っているだけではなくて、使って初めてですね、
効果を発揮するものだからなんです。ですから貯金が貯まる人のですね、2つ目の特徴としては、お金の知識を実際に使う人、こういう特徴が挙げられます。例えばですね、投資をしました、コンサルタントに相談をして、実際にこのコンサルタントに相談して言われたことを行動しましたとか、これもですね、お金の知識を実際に使う人ですよね。他にもですね、株の勉強をして実際に株を買いました、こうやってお金の知識をですね、実際に使う人っていうものがですね、貯金がたまりやすくなるんですね。繰り返しますが、ただですね、学んだだけでは意味がないんです。お金の知識を学んで、そして使うことによって初めてですね、貯金がたまりやすくなるんですね。ですから今日はですね、貯金がたまる人にですね、共通する2つの特徴について話をしました。1つ目はですね、お金の知識を学ぶ意欲がある人、そしてもう1つはですね、お金の知識を実際に使う人、この2つの特徴が大切だという話をしました。そして知識を学ぶこととですね、知識を使うこと、この2つっていうものは別物なんですね。知識を学んで、そして知識を使う、この2つが揃ってですね、初めて貯金っていうものは貯まるようになるんです。ですからこれからですね、貯金を貯めようと思っている方はですね、ぜひですね、お金の知識を学ぶこと、そしてお金の知識を使うこと、この2つをですね、意識してほしいと思います。そして YouTube を見てお金の知識を得た後は、実際に知識を使うことが大切です。僕の無料メルマガお金の健康診断では、実際に知識を使いながらあなたのお金の健康状態を調べる方法を無料公開しています。興味のある方は動画説明文のリンクから無料メルマガ登録をどうぞ。